シャドウルーツバレヤージュとカットの2時間でやった内容をご紹介していきたいと思います。こちらはビフォアの状態になります。2時間なのでかなりスピーディーにやっていかないと間に合わないんですね。まずバックコームをしてラバークリップで留めてブリーチを塗っていきます。トップに行くに従って根元の方になるべくバックコームで、深めにですねできるようにして、表面側はなるべく根元側からブリーチが入っているような状況を作ります。エアタッチを使わない理由としては、エアタッチは時間がかかるのでブリーチの染めムラができやすいんですね。ですので、僕は使わないです。このようにバックコームをしたらブリーチをたっぷり塗って、進めていきますね。トップを最初にやる理由としては、やはり表面側の根元側の方が一番目につきますので、そこのブリーチをしっかりするっていうのがポイントになります。逆毛を立てたところにリキッド状のカラーを塗っていくんですが、これは通常のカラーだと染まりムラができてしまうんで、ちょっと特別なリキッドのカラーを使っております。これでブリーチして根元の方のバックコームしたところはこのカラーで塗って影を作っていくような感じになります。同時進行でやっていかないと2時間だと難しいです。この後にブリーチを全部取ってからですね、シャドウルーツに入っていくんですが、上に向かって一つずつ進めていきます。上が終わったらその下の段ですね、根元の黒いとこはどこまでやると仕上がった時にバランスがいいのかしっかり考えながらやっていきます。ついでにブリーチの染まりが甘かったので2度目のブリーチもこのタイミングでしていきます。ここも同時進行ですね。仕上がりはこのような感じになります。カット込みで2時間の内容です。なかなか2時間でできる方いらっしゃらないと思うんですが、使う薬剤とかカラー剤などそこがですね、しっかり選択できればできると思います。かなり練習も必要となります。このような感じに自然なバレヤージュができました。1000本ほど動画があるので、他の動画もですね、ぜひ皆さん見てください。